ありがとうございます。みやりんさん、バラかんすけさん、ありがとうございます。けんつーさん、お疲れ、ありがとうございます。味噌いっぱい、辛い、口に入ったリップが。自分も名古屋飯食べました。いいですね、味噌カツ。手羽先も食べたよ。手羽先の唐揚げかな、あれは手羽先揚げかな。トラさん、お寿司かかたん、ありがとうございます。ヤバトンか、メバトンって味噌カツよな。うどむさんもお寿司かかたん、ありがとうございます。あ、ピオリンは買えなかった、やっぱ自由行動できないので。ピオリンは今日はうどむさんと一日名古屋を堪能した。いいね、名古屋デート。いいじゃん、いいね、ファンの方同士が仲良くしてるのめっちゃいい。何したって、酒焼け、え、酒焼けじゃないんですよ。ホテルで喉やられてて声変、喉痛いの。朝起きたら喉が痛くて酒焼けするほどは飲んでないです。体操服に見えた、失礼。ホテルで多分乾燥してて喉やられた。酒焼けって痛くはならんよね。冷房にやられたんかも。胸広さん、タコありがとうございます。くら寿司行ったらカンジャンケジャンの寿司があった。え、韓国フェア。え、酒焼けってさ、喉がガスガスになるやつでしょ、痛いのそれって。冷房つけっぱで寝た、ガンガンに。ホテルってさ乾燥するよね、喉やられる。ホテルお仕事で泊まった時に喉やられる確率高い。でも先輩も喉痛そうにしてたから多分昨日のホテルが良くなかった。喉痛めた。お酒はそんな飲んでないですよ昨日。MM さん、ファイト、ありがとうございます。でも明日はカラオケ配信だから今頑張ってる、喉直し、喉飴食べたり。ほっかむりさん、タコありがとうございます。占いでお酒はほどほどにって言われてた。でも占いですからね、ただのあんまり信じないんですよね私。だってあれたまたま私がさ回したけど、あのタイミングでね、私と葵さん逆だったら私が葵さんので、私のが葵さんだったわけじゃん。だからただの、まあ、順番みたいな、順番に出てきたおみくじですから。ゆうたパパさん、かわいい、ありがとうございます。あんなおみくじは、そう、それも運、そう、治らなかったら無理しないでねって、治します、また薬飲んで寝る、薬飲んで。
あ、葵さん絵とは違うのか。何になるんだ。1個下、たつみ。ヘビ？じゃあ私でしかないのか、タツは。でついにコップ洗うのめんどくさくなって、ウォーターサーバーの水をペットボトルに入れるっていう。うまいよね、こんな小さい口にさ。ピッピッ。キンキンです。水です、これさっき入れた飲み切ったから。ウォーターサーバーをペットボトルに入れるの得意かも。普通に水。女子力下がってみようって。会社でみんなやってる。だってさ、大人くなってさ、コップ出さなくてもこれに水入れたらいいやん。じゃけん、ほら、水でーす。うちの会社もみんなやってる？ウォーターサーバー。じゃあ私も会社員みたいなもんか。でもウォーターサーバーの水をこの中に入れるの結構むずいよ。一本で出てくる水をここに。むずい。しかも斜めにさ、こう押さんといかんんですよ。こう入らんから、こう立てれないから斜めに。斜めに押さなきゃいけない。そう、ペットボトル縦に収まらない。そうだから斜めにやらなきゃいけないから。でも口が小さいので結構高度な技です。水筒は持ってますけど、持ってますけど、まあ、ペットボトルでいいし、いいんですよ。あ、常温は飲めるけど飲みたくない派。水は常温は苦手です。冷たいのがいい。こんばんは。常温の水はなんか喉通りが悪い、喉越し悪め。オリンピック見てない。寝ちゃったよ普通に。でもテレビつけっぱで寝た。今日暑すぎませんでしたかって。え、でもなんか愛知が暑かったけんさ、広島はそうでもないかも。愛知は暑かったね。なんかついてんだよね。暑い。昨日はツインで元気なリカちゃんがマジで一番可愛かった。やったツイン。あれツイン派だったっけ。愛知あっちです、マジで。なので広島がマシに感じる。といっても広島帰ってきてから部屋にしかいないので暑さは感じてない。外の朝扇風機つけてる。
クーラーもついてるんだけどね、まだ部屋がそんなキンキンじゃない。外出たら溶けるだよね。今日は花火があったんでしょ。なんかファンの方が雪理解に届けをしてくれてたのを見ました。いろんなところで花火があったみたいで、音は聞こえましたけどね。ドーンドーン、鈍い音、鈍い。クレー尾道とかよね、尾道とか広島市もありましたね。愛媛でもね、いいね。ニャモン来てた。喋った？喋ってない？喋らなそう。ゆるキャラに喋りかけるタイプじゃないでしょう。ゆうぴょんさん、かわいい。ありがとうございます。ゆるキャラにさ、積極的に喋れる人羨ましい。ユニバとか行ってさ、かわいいピカチュウみたいな。ユニバのピカチュウに会いに行きたいけど。喋りかける人いるじゃん。私、あーみたいになる人なんで、そう、写真一緒にいいみたいな、ゆるキャラに、イエーイみたいな、いい感じ、またねーみたいな、できないんですよね。なんかユニバにいるキャラクター、ユニバにいるキャラクターに喋りかけれない。写真撮ろう。あ、勇気なくて。まあ、ツーショットはねいけるんですけど、もうさっと撮ってさっと帰る派。あみたいな。大体大人の人がついてるから、はい、次の方みたいに言われて、あ、パシャみたいに撮って、どうもみたいな感じで帰る。そう、ミニオンも。でも話す人は話すじゃん。今日はどこどこから来たよーって。ユニバの夏はポケモンとコラボするんだよ。ポケモンがいっぱいいる。去年見たポケモンの大きなポケモンポケモンがいっぱいいる。でも着ぐるみと喋れん。充電器が落ちた。いやー、充電は満タンですのでいらないですね。いやー、こんばんは。どうでしたか、花火は。いいな、一足早めだね。愛媛は来月、まあ、今日もあったらしいけど。充電いっぱい 100% リュックの中で充電してた。こんばんは。綺麗でしたね。雪理解に届け見たよ。写真綺麗に撮れてるよね、花火の。すごい。こんな綺麗に撮れるんだね。わ、いいね、花火の動画。雪理解に届け、ちょい遠いな。文句つける、ちょっと遠いな。ペコちゃんキャラをしていかないって。似てる。ペコちゃんか。
どうやって押していこうかな。ペコちゃん実家に連れて帰ったよね、ソファーと一緒に。ぬいぐるみ、お母さんが好きだから。ペコちゃん、くまさんを、音符じゃない、あわ、ありがとうございます。SDU のペコちゃん、絶対ここ似てる原因。ペコちゃん今日アイス食べてないです。今日はあの駅でお弁当を買ってアナゴ丼食べました。アナゴ弁当、アナゴ丼、アナゴ重、アナゴ丼だから名古屋の名物めっちゃ食べれてると思うんだよね。一泊なのに、一泊って言っても一泊もおらんわ。昨日の4時ぐらいに行ってね、まあ昼ぐらいに帰ってきたから24時間もいない。スタバ飲んでない。新幹線のアイスは買ってない。アナゴ、これアナゴ丼も買いました。昨日配信で何食べたらいいって聞いたらアナゴって出てたから、アナゴ。昨日はね、葵さんと食べに行ったんですよ、初めて。意外とノリノリだった葵さん、嬉しい。こんばんは、そよ風つき。新幹線のアイス買ったことないかも。アナゴ食べたよ、手羽先も味噌カツも食べたもん、全部食べました。え、葵さんと距離めっちゃ近いよ、距離近。こんばんは。意外でしょ、だから先輩と後輩しかいないからね。四国で泊まったら、そう、同期いないのでだいたい一人でなんか食べ行くか、そういたんですけど、先輩と行ったの初めて。一人かもう我慢するかみたいな。そう、でも葵さんがノリノリで行ってくれたので、一人で行ってもいいなって思ったんですけど、そう、まあ一緒に行く人がいたらそれはそれで。こんばんは。キャプテンさん、え、配信前に約束してたんですよ、葵さんと。そうだから二人で。そよそよ、ゆきりかさんしか見えてないのでってみんなに言ってるじゃん、リメになってるやん。
鳥何そうね、今ローモバやってるよね。 2.5 期生とね、3期生ヤバい Q さんは、でもなんかまひなさんと喋ってたから、そう葵さんが空いてそうだったから葵さんにしたそう、誰でもよかったんですけど葵さんが空いてそうだったんで。こんばんは、赤りんごさんはいなかったですね。そう、誰とも約束してない葵さんにしたの。なんか何も予定なさそうだったから。いつでも空いてます。私も基本空いてるんですけどね。ギリカ舞台本当にお願いしますね。舞台か。食べ物の趣味は葵さんと合いそう。え、どうなんだろう。でも2人ともなんか合わせれそうじゃん。だから合いそう。何でもいいよっていう派の2人だから。そう、あずみんと SKE さんの劇場行く？え、知らなかった。知らない、それ知らない。舞台でアクスタ40個買ったら千穂さん10出た。え、当たりやん。結構4分の1やん。舞台ってあれだよね、転生したらスライムだったけんみたいな。いいな、見に行きたい。おぎはなさんとか出てる。マサさん、タコありがとうございます。こんばんは。SKE さんね。言ったらいけるもんなんかな。そういうの。うなぎで食当たり？そんなことあるんだ。え？いいお休みだよ。心配してあげなきゃ。いい弱すぎじゃんとか言って。NMB さんみたいな。 NMB さん、2000言っておけば。でもなんか私なんかが連れてってもらえるのかなって思ってしまうからな。今日は雪ギガ TO とずっと話したので、リカちゃんの可愛い熱が高い。いいことだ。もう毎日それでいてもらって。いいことです。なんならその千穂さんの舞台も見に行きたいんだけど。東京だよね。何でも行きたいんだけどな、行けるなら。何でも行きたいんですけど。あ、基本的にアイドル見るの好きだから何でも行きたい。何でも行きたいです。キチネさん、ハートありがとうございます。あ、大阪とかあるんや。へえ。何月何日？来週か。あー、土曜日は無理やな。
生き延びた。あ、2位3か、無理だな。3がナイトクルーズ。無理だった。だからちょっと厳しいな、2に大阪行ったら。こんばんは。舞台行くからクルーズ投げれなかった。すごい熱狂的なファンだね、全部。8月2日チリパじゃん。そうじゃん、そうちゃん。そうだ、8月。マネさんにお願いすればね、何か見に行く。関係者席ね、なんかもう関係者席に聞くのめんどくさいから、もう自分で行っちゃうんですよね、チケット取って。私はお便り読まれたかなって。どうだろう、どうでしょう。お便り読まれるのが恥ずかしい。だからチケット取った方が早いよね。そうだから、めんどくさいから私チケット取る派なんですよ。もう聞かずに行きたいやつはなんかもうめんどくさいじゃん。チケット取れないやつは関係者席欲しいけど。ほうほう、公園だと、公園とかだとペンライト持参するって。持参する。ペンライトないとさ、なんかもう手がね、暇。ペンライトないとね。そう、ドルオタなんですよ。アイドル大好きですよ。最近も元気ないときはアイドルの MV を見てテンション上げてる。かわいいって。チカも行きますよ。チカだよね。体操着みたい、めっちゃ言われる。でもこれなんか若者が着てるおしゃれなやつなんだけど、まあいいよ、体操着で。ペンライト必須。
涼しそう。そうね、若者には分かりますだよね。そうですよ、いいもん体操服で。そらはさんも体操服みたいなの着てた。まあここしか見えんかったらそうやな。チカはね、でもアイライフさんメインです。そう、分かりやすいやつ、ヒロインズさんですね。ヒロインズさん、おじさんにも分かります。よかったです。アイスちゃん推し、私はリリちゃん推しです。リリちゃん、リリちゃん、イエロー、シンデレラ宣言。私はリカちゃんです。リカちゃん、おーねーのリカちゃん、まあここまでしか見えんかったら体操服っぽいよな。体操服ってここ青じゃない？黒じゃなくて、私青ない、青だった気する。こんばんは。青い。タンタンさん、バラありがとうございます。あ、学年で違う、へえ、結構統一だったかもな。青のイメージ、体操服といえば。今日は何したって、今日は愛知から帰ってきたよ。それがメインかなそれがメインかな、今日の出来事といえば。アナゴ丼食べた。学年で変わるんだ。すごっ。名古屋って方言あるんかねって。あるでしょ、どこでも方言。こんばんは。土曜日か、もう土曜日終わりか。リカちゃんのプレゼント選んだ、なんだろう、楽しみ。花火楽しめた、いいな。花火は楽しめんかったな、鈍い音を聞いただけ。いいね。選びました。何なんだろう。花火とラーメンとかき氷、盛りだくさんですやん。チーカワゲットしたので送ります。ありがとうございます。チーカワの整理もしなきゃな、そろそろ。いや、
ちいかわ。あ、ちいか群馬のちいか送りました、ありがとうございます。ちいかわ。くまさん、あわ、ありがとうございます。名古屋持ってたっけな、持ってるやつをまた整理しないと、ちょっと溜まってるから近々やろう。明日はカラオケ配信するから、わ、カラオケの予約してないな。何時からしよっかな。9時10、11、9時半、9時半にしようかな。ゲーセンで2人で6000円ぐらいチャレンジしたけど取れませんでした。ああ沼ってるやん、ゲーセンの沼に。そうだよ、ゲームセンター難しいからね。簡単なもんじゃないですからね、ちいかわなんて。そう、じゃあイモースのさ、一番かかったやつで20回ぐらいかかってたけど、まだマシなのか、そう思ったら。帰りによったらもうなかった。何撮ろうとしたの、ちいかわのデビル。今デビルが新作じゃん、だから買った方が安いんですよね、撮れない人は。私は撮れるので。ウータパパさん、バラ、ありがとうございます。何時でもいい、9時半にしとこうかな、一応。ちょっとマネージャーさんに言っとこう。お疲れ様です。明日の21時半からカラオケボックスでショールーム。こんな時間に言ってくるなんて。まあ当日でも行けるけんね。あ、デビルのモモンガだと思った。それ新作だからめっちゃむずいよ。3日前ぐらいに出たやつ。でも6000円使っても取れないんだ。高いね、制限、あの上の上、あの確率の確率が高い。だいたいさ、数千円使ったら確率入るやつなの。モモンガ、そば、予防キャッチャーは難しいですよ。特にちいかわと、特に新作だからダブルパンチです。待って、明日の21時半からカラオケボックスでショールームしたいです。よろしくお願いいたします。お疲れ様です、いらんか。送った。100円、1回100円で60回、いいな、大人やん、大人。60回もやったことないわ。でも楽しいじゃん、やる過程が。 UFO キャッチャーって楽しくない、撮れなくても。そのやってる最中楽しい、普通に。60回やばいね。2人で楽しみましたからよきって、カップルやん、そんな2人で60回も予防キャッチャー楽しむとか、何歳なんてなるじゃん。あー取れなかったね、もう一回やろうかみたいな。はい、ウィーンウィーン。俺とうどんさんが必死すぎて誰も来なかった。そりゃそうやろ、そんなにかつい人がチークアンでやってたら横行けんやろ。いいじゃん、高校生カップルかよ。まあいいですね、楽しそうで。1000円で諦めます。そうね、私も使って3000円かな。
でも3000円ぐらい使ったらもう取らずに帰れんってなるんよな。ここまで使ったらもう持って帰らんと気が済まんってなるから、沼です。諦められない。カップルだったら確かに気まずいよな、取れんかったら。絶対結婚いいとこまで行きましたね。そうなんよ、それ騙されるんですよ。あともうちょっとで行けると思ったら離れて、これ来たんじゃね、大人はね。しかもゲームセンターによっても取れやすいゲームセンターと取れづらいゲームセンターもあるけんな。あのイモースで行ったところは結構取れやすい方です。本通りの中だったらあそこは割と優しめ。取れづらいところもある。あとサンモールも取れやすい。サンモールとラウンド1はまあ取れやすい方だけど微妙だね。本当に弱いところは弱い。台東もね結構弱いとこ弱いんよな。ラウンド1とかがいいです。モーリーファンタジーはめっちゃ弱い、マジで弱い。これ有名です。あ、承知いたしました。早返信。参考にさせていただきます。はい。遅くまで0時までですからね、メンバーも。メンバーもね。かすけさんバラありがとうございます。私は UFO キャッチャーも控えるって決めたからしてない、そう0時まで。0時過ぎたら送らんかも。送ったことない。メンバーも100回で1個はないでしょう。でもその60回2人でやったんだったら次の人は取れやすくなってるんですよ。それ確率に近づいてるから。次の人はだから10回で取れるかもしれない。70回に1個やったら、だから誰か取れた後とかはカウントが戻るから取れづらいんですよ。誰か取れた後はダメ。誰かがやった後が一番いい。誰かがやった後なら100回で1回か。1万円あーありえるな。1万円うん、1個1万円高いな。でもありえるっちゃありえる。ハイエナが一番いい。帰り寄ったらなかった、取られとうやん。そう確率あるんですよ。取られとるがな。
ロキャッチャーはマジでむずいからおすすめしないです。本当に10分8分か。まあゲーセンで使った6000だって安いですよって。まあ2人で楽しめたならいいじゃん。時間を6000使って楽しんだから、そう、楽しい時間を買ったみたいなもんですよ。サンタは何なんプレゼントだろう。そんなもん売ってるもん。ぬいぐるみ買います。そう、買った方が安い。まあゲームセンターは時間が楽しいからね、やってる時間が。だからもうそう考えるしかないです。とっちゃんバラありがとうございます。緊張するわけじゃないけど、見られたくない派です。こんばんは。ね、え、そこ狙うのとか言われたらさ、イラってきちゃうここがいいんだよって、自分の思う通りにやってるんだから。お疲れのところありがとうって、うん、あんまりお疲れてないよ。基本寝てたから今日は。こんばん。カラオケの予約もしなきゃいけないな。28日の21時半。オリーブレモン。届いてそう、溜まってるよな。確かにどのタイミングで行くか考えなきゃ。まあ月曜か火曜か水曜。飛んでってるわ。今そんだっちゃ、どこのカラオケにしよっかな。目の前にある一緒やね。朝配信してほしい。明日はやだよ、日曜日じゃん。明日はカラオケするから、またいつかね。いつかいつか。ね、ジョイサウンドにはする。だからどこ行こうかな、何店に行こうかなっていう。では誕生日見ます。13位ムーランさん、12位ドンちゃん、11位コロンさん、10位ムネヒロさん、9位ヤーくん、8位ミヤリンさん、7位ルカさん、6位キチネさん、5位トラさん、4位ミキヤくん、3位ヤスルパンさん、2位ユータパパさん、1位ウドムさん、ありがとうございました。ということで今日は終わりです。モピラさん、ジュースありがとうございます。おやほぺ、はいはい。おつかりん、さやかりんしてるの。はいはいはい。ということでおやすみなさい。あと20秒。でも最近初めてのメンバーと2人でご飯行くの2回連続だ。素晴らしい。
さやかりんとあおいさん。ということで、おやすみなさん。おやーん。おやすみー。